皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します、よろしくお願いします。お久しぶりのデッドアイランドですね。はい、操作方法なんて覚えちゃいないついね、さっき審判の日よ、ちょっと第4回目のデッドアイランドを見て、あ、こんな感じだったんだっていうのを見て上で今やろうとしています。一回戻ったんだね、この部屋の中にね。で、オプションボタンで違う、パッドで、クエスト、なんか鍵かなんかを探しに行くんじゃなかったでしたっけ。そうだね、バンガローナンバー11からキーを回収する。それと迷子マギーを探す。でビーチへ出てゾンビを倒すは終了。はい、わかりました。じゃあこの2つですね、メインクエスト、サイドクエスト、はい。うわー、全然やり方わかんねえぞ、参ったぞ。耐久性73、100% で違う、暴力的なバッド、 DPS66、 今持ってんのが弱いバール、 DPS38、 くたびれたダイビングナイフ、パワー、耐久性48が一番じゃいいですかね。これを割り当てたい。あ、これで選んでこっちね。はい、よし。じゃあもう外で出られないと、出られない、出た。ちょっとハマるのかこのゲーム、引っかかると出れないのか。了解、もう出たらいる、もしかして。どんな感じだったっけ。L1 でキック、はい。で R2 攻撃、はい。こんなとこに車ありました、誰かいます誰かいます。あれ、またアイテムが、あれ、ここに誰かいっそうで怖くてさ、開ける。何かいいもん入っとるか。お金が入ってた、よし。なんかある、なんもないっす。で、前回だかなんかはこっち側行ったんだよね。なんかもしかしてアイテムがまた元に戻ってるかもしんない。何回来ても、あ、いいんじゃないこれ。久しぶりだからあれかな、アイテムが元に戻ったのかな。この建物の周りにもなんかあったよね、なかったっけ。バツでジャンプ、よいしょ。で、なんかうめき声が聞こえたら注意。あ、こういうことか。あ、これいらないっす、別に。これ今いらないっす。んで、ラフパイプ、これは別にいらないっすね。ホイールはどうやって変える。十字キー上、十字キー下は、ライト、ん？武器選択はR1。あ、スティックで変えるんだね。よし。ここになんかありそう。いいね。脆いスティック。もうここら辺のはいらないんじゃない？28とかは。
結構そこそここの洗練されたね、前回見た感じだといろいろ拾っては持ち替えて拾っては捨てて弱いやつは捨ててとかやってたんで、現状強いやつ持ってるはずで、怖いな。うん、なんかある。なんだこれは。大型バッテリー。そういえばバッテリー使うやつでなんか武器を開発じゃねえや、なんかできたよね。一旦じゃあもう一回あの工房でしたっけ、行ってみて。敵復活してるよね、確実にね。で、今日はこの上に登りたい。一旦工房行ってからね。誰かいる。L1 キック。よし。あそこ、誰かいる。座ってる。そう。で、死体は一旦キック入れて生きてるかどうか確認。こういうこと。お金、はい。でなんかね、僕さっき自分の動画を見て思ったんですけど、お金入手して武器改造するときお金使うでしょ、一体そのお金は誰払ってんだって誰も人がいないのになんでお金を払わなきゃいけないんだっていうね、疑問が自分の中で、浮かんできてしょうもねえ疑問ですね。よし、お金は大事ね、確かに。でもそうでしょ、誰にお金払ってんだよって感じになりますよね。工房に誰もいなかったし、ヘビーパイプいらない。で、こっち側から更衣室があったんだよね、この先はね。邪悪なスティックレベル1 DPS31。邪悪なスティック、DPS31、 もっと弱いやつ持ってたはず。ブルーム、これいらなくない、もうこれ拾おう。はい、あ、スティックは今装備しなくていいんだよな。うん、弱くなっちゃうから、これ変えたい。あ、しゃがんじゃった。こっからは変えらんないの。えい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 、やり方わかんねえやっぱり。弱いバール、バールか、バールこっちで。 DPS20 台はもうね、ヘビーパイプとかいっぱいここら辺にあるし、ある程度処分しちゃおうよ。普通のウッドバトン、これもいらないんじゃない、改造に使うとか言われちゃうと困るんだけどね。この中って入れましたっけ。お、全部やっぱりアイテムが。何かいいもん入ってるか。お金だ。ってことはあそこにいた敵も復活してるってことになるよね。よいしょ。いるぞ。いた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 。キックキック L1 キック L1。どこ行った、どこ行った。たくで、ここに開けてた、開けようとしてた、してたってことはここに誰かいるってこと。その前にこっちから開けていこう。
なんかある、お金。栄養ドリンクまだいらない、大丈夫。血があるってことは誰かいる。いない。で、ここに傷んだバットがあったんだよね。粗悪なレンチ。レンチ34。え、拾えない。あれ、あ、入手。あ、オッケー。いちいち離れんなって言われそうだけど、怖いんだって。ここには絶対いる。もう 100% いる。ここには誰か。出ておいで、出ておいでよ。出てこないからだろ。すごいね、投擲した後のこの勢いったらないね。何かあるのこれ。何これ、バッグに何か入ってるわけじゃないんだ。はい、じゃあ、でここら辺で誰か走ってきた気がした。違う、そうだ、マップ見れば骸骨が出るんだっけ。ドクラマークが出てきて、スカルマークが出てきて、走ってきたやつがわかる。怖えな。あれ、走ってこなかったっけ誰も。ん？誰もいない？本当に。ここら辺の人は一人生きてるはず。これ違うか。生きてたような気がし、あの人か、こいつ生きてるよね。一発逆転だ。うん、俺の記憶は正しい。よしよしよし。じゃあこのショップにもまた復活してるんですね、アイテムが。エアドリンクはもったいないからやめとこう。水、空っぽ。何、水入手。エアドリンク、開ける。お金で、またナイフある。邪悪なダイビングナイフまだあるじゃん。必要レベル2。え、美味しくないこれ。ちょっとアイテム、32、28、これ捨てよう。これで手に入れられる。水、釘。違うか。で、あっと、あ、栄養ドリンクね。ここ誰もいなかったような気がするけど、どアルコール、消毒用なのか飲む用なのか。アルコール。で修理、修理、そう修理。傷んでない。まあこれじゃあ修理。 99% を修理するってのもなんかもったいない気がするけどね。で、あとはアップグレード。この手のマークは何？レベル1、レベル2、レベル1。96ドル。
強化費$118、暴力的なバッド、これ行く？できる？アップグレード、はい、え、どこまでできちゃうんだろう。もう一回やってみる。うん、耐久性59で、あともうちょっと強いやつをどっかね、42、44、ダイビングナイフが一番強いか。お、くたびれたダイビングナイフ、これか、レベル2。あれですね、ダイビングナイフの横に丸4つ、白丸4つありますけど、この空きがあるね、やつは強化できるけど、白丸4つはもうすでにレベルマックスまで行きました、できませんってことなんですね。ってことはこの弱いバールももちろんアップグレードできない。あ、やっぱできないね。一番下のアップグレードっていう欄がさ、今は薄暗いでしょ。でもこっち上行くとほら明るくなるじゃないですか、この上もね。だ、全部丸4つがあるところになるともう強化できませんと、いっぱいいっぱいですってことなんですね。丸4つ、白丸4つで、うん。ってことはここら辺の44とかの方が全然強いってこと、邪悪なダイビングナイフ。もう一回、あ、そうだね、これでいっぱいいっぱいです。で、作成ってなんかできるの？何もできないみたいよ。結局あのザ・リッパーって何だったんだろうね。なんだよ。バンガローにたどり着いたか。20番だ。忘れるな。飲酒輪はバスルームにある棚だ。急いでくれ。20番だの11番だの大変だな。まあいい、今回は。今回はそう、一旦修理っていうか、どんくらい消耗してるのか分かんなかったから一旦来ただけで。ここにも一回取ったアイテムが復活するから、何回か来て取っては、次来たらまた取ってはって繰り返した方がいいかもしれませんね。で、ぐるっと回ろっか。おっと、発見。なんか入ってないか。これはいらねえね。え、 75.3？ いや、すっげえ高くない？それだと話は別だろ。その一番低い DPS31 ってやつが一番低いかな。これ邪悪なスティックで 75.3。 これすごいね。ちょっと75.3 って半端じゃねえな。これスティック、ただのスティックが75ってありえなくない？お、しかもまだアップグレード全然できる。これ行こうや。これ強え。スコップ、スティックとスポック、スコップ、うん。ちょっと見てみましょう。修理も。ルーク、聞こえるか？いや、さっき聞いたよ。スティック94。じゃあ一旦修理してアップグレード、スティック、ほらまだまだできる。170。あれ、お金か。あー、気づかなかった。338まで減ってる。強化費$524、足りない。バンガローにたどり着いたか。うん、20
じゃあな。6ドル。そっか、お金やっぱ重要。ほらね、今お金払ったけど誰に払ってるか分かんなかったでしょ。一体誰に俺は修理費払ってるんだ。あっち行ってもう一回アイテム取りたいけど、同じこと何回も繰り返すと動画的に面白くないからね。個人で行こう。今回はあの階段登ってみましょうか。じゃあって、もういい時間なんですけどね。え、ここ行ったらまずいんだよね。一人構えてるもんね。まずいまずい。バンガロー10番と20番が見っかったら20番も探そう。じゃあ、あ、そうか、スタミナがあるんだ。え、誰かいる？え？脅威があると完全に消滅、脅威を消したい人間なんですよね、僕ね。今、ガーって声がしたよね。いるね。復活するの？この人。ぶっ殺してやるからな。ハイキングに行くよ途中だったんだね今ね。釘？釘は欲しい。ラフパイプはいらない。へえ。釘はなんかいろいろ必要そうだからね。あー、僕の素敵なスティックに血がついちゃったよ。ここは怪しい。あれ、多分ここ僕一回も行ったことないですよね。おお大丈夫？あ、大丈夫っぽい。もう完全にね、ミイラ化してるやつはそれは襲ってこねえか。怖えぞ。なんかいるぞきっと。これはボルト。そういえば体力のゲージってどこにあるんだろう。まだ満タンだから表示されないのかな。ボルト、また強い武器を作るのに必要そう。いる、いるね。はあ、はあ言ってんね。いた。襲ってこさせるか。なんか下からだと、どこ行った。あ、いた。もうほんと気持ち悪いなこの。うわ気持ち悪い。ほんと、こういうの苦手な人はもうやめてくださいね、見るのね。はい、ちょっと言うの遅れましたけど、グロテスクな、表現や暴力的なシーンが、多々このゲームありますから、そういうの無理ですって、血とか無理ですって方は、回り右でお願いします。はい、今更言うなってことなんですけどね、ごめんなさい。何かいいもん入ってるか。バッテリー、アルコール。さあ、11番。ここ何番？マップ。ズームインズームアウト。何番とかそういうこと書いてないんですね。参ったな。ナビポイントセット。誰かいそう。いる、いるよ。ちょっとこっちおいで、こっちおいで、ほら、あ、よしよし、あ、こっちおいで。いた、僕が武器持ってるこいつ。こいつ武器持ってる。
いや違う、栄養ドリンクどっかにあったでしょ。しかも武器投げんの、ゾンビの分際で。あ、これもらおう。これでいい？え、そうじゃないの？医療キットとそれは違うの？違うんだ。丸ボタンを押しよう。これでいい？なんか左上のあ、消えた消えた。うわ、結構一撃重たかった今もしかして。開かないんだ。あれ？開かないの？おいおい、あれ？違うんだ。部屋を一つずつ開けて探すわけではないのですか？狭いとこ行きたくねえなー。ライフガード、ホテル、どっち、どこだろう。こいつ生きてるだろう。いる？いや、声する、声する。さて、ちょっと声がする。は？はって書いてあったね。刃？え？なんか犬みたいな鳴き声、え、青みたいな感じで。エンジンパーツ、あそこに一人いますね。ギア、お、いや、目の前にいる。もうここやべえぞ、いっぱいいるぞ。どこだどこだ。しぶてー、スタミナ。 L2 わかんねえ、やり方わかんねえ。これで OK だ。敵が強い。まだ近くにいる。しかもえ、どこにいる。治療キット、そんなにす、うわ、目の前にいるじゃん。股間を、股間をこれでもかってくれ。アルコール、あれ、こっち側からは入れる。あ、3番やっぱりそうだね、入れないんだ。その目的の場所以外は入れないってこと。ラフパイプ、まあいいや。じゃあちょっといい感じのお時間になりましたので、栄養ドリンク飲みつつ、はい、今日はここまでにしたいと思います。ちょっと一旦隠れながらね。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介や DIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム、
2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ、2017年1月よりスタートしたケルケルームゲームズファースト、そして任天堂メインのケルケルームゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ツイッターへのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。